ちなみに何だと思いますか？え？怒ってるドッキリ？え、怒ってなかったね。思い当たる節ないですか？なんか。待って。やだ。こんな記憶にない。怒ってない。楽しいよ、記憶にないとか言われて。書けましたか？書けました。今日、収録がないドッキリ。はい。遅刻してないよ、ドッキリ。同じ感じで集合時間遅くしてる。そういう感じのこと言ってたのを覚えてる。回答これ絶対合ってますから、いきます。じゃん、ドアが開いてるドッキリ。うわって言ってたわ。そうでしょう。正解はこちらです。じゃん、ドアが開いてたことで言ってました。お、これは正解に入っていいんじゃないでしょうか。じゃあ VTR 続き見ていきましょう。思い当たる節ないですか？なんか。かわいい。ドアが開いてたこと。はい、正解はドアが開いてるドッキリ。すごい。ドアが開いてるドッキリ。続けて第2問の方いきます。楽勝だった。あ、自分偉い。でも私グラム数優勝な気がするんだけど自分。終わりました。ラストでした。意外と食べるのゆっくり。冷たいの苦手。うん、それは。いや待って。はい。あ、分かった。これは完全にしかねえだ。水の食べなって私も分からん。これ面白かった。いきます。アイス苦手。ああ、窓だ。え、未来？視覚過敏だけど、過去切れ気味。ああ、なんだ。猫舌。猫舌。続いて、ナナエちゃん。うん、未来、猫舌。わがまね。やれて。猫舌って違うでしょ。じゃあ、未来ちゃん。こちらです。そう、私猫舌なんだよね。では VTR 続き見ていきましょう。意外と食べるのゆっくり。冷たいの苦手。うん、それはあるね。猫舌。はい、正解、猫舌。やばいね。こんな声してたんですか私。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんなさ可愛い子って運命のね。まずはみらいちゃんに質問を送ってください。未来に何かありますか？質問は。未来ちゃんのニックネームとかは。みーちゃんって呼ばれてます。え、そうなの？みーちゃん。え、じゃあみーちゃんって呼ぼう今度から。好きなタイプは
子いいっすね。こういうの待ってるよ。こういうの待ってんだよ。こういうの待ってんだよ。え？自信100。これ見たんだよね。イナレさんは。ナナちゃんにセクハラをする。やめでよ、そういうことしないんだから。はい、わかんない、次の質問に行く。あ、なるほど。こういうの待ってんだよって言った後に、わかってんねって答えないまま次に行った。答えるのを忘れて次に。あ、じゃあ一緒だね。正解は、はい、その質問に答えない、次の質問に行く。では、 VTR 続き見ていきましょう。好きなタイプは。いいっすね。こういうの待ってるよ。こういうの待ってんだよ。こういうの待ってんだよ。今日のアイシャドウどこの。言わない。言わないの。こういうの待ってるくせに言わないの。そうだ、ちょっと待ってて。はい、みんな自信ある感じかな。はい。お、あ、じゃあみぞおちゃんからいこうか。みんな知らんの。未来の分の。あー、なるほどね。今回はマイデイビーズ横田未来の相棒でした。だから3人正解。ラスト、今回は英語禁止ダーツをやっていきたいと思います。わー、スタートするんですか。あ、9、あと14点だって。じゃあ、うわっ。はい、問題。つがうまくいかない横田が自己分析した結果は何だったでしょうか。9、あと14点だって。じゃあ、うわっ。ということで正解は球技ダメだということで、ナナエちゃん正解です。はい、ということで VTR 以上です。意外と分かんないね。ちなみに一番正解したのは4。すごい、すげえ、すごいね。さすが。改めて自分の過去の VTR 見てどうだった、未来ちゃん。地球人じゃない言葉言っててびっくりしました。なんかどっから生まれてきたのか分かんないですね。やっぱなんか未来のお姉ちゃんもなんか宇宙人から生まれてきたって言ってたんですよ。だから未来も多分宇宙人から生まれてきたんだと思います。やばいよ。お姉ちゃんは神社行っても神様信じない、宇宙人だから。何の話。次回の超重大は、こんにちは横田未来です。次回は財布の中身抜き打ちチェックをしました。私が超重大警察としてみんなの風紀が乱れてないか取り調べをしてきたので、皆さんも楽しみに待っててください。
チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ベル通知ボタンもいち早く押して情報チェックしてください。またねー。